はいどうも。私です。今回から、ロックマン3の攻略に入りますよ。3は、最後に手にしたロックマンだったと記憶しておりますが、いろいろとあって速攻で手放したんですよね。ですので、全く記憶にございません。さあ、最初の相手は、よくわかりませんが、ジェミニマンとかいうのにしましょうか。ああ、最初は、ソフトを組み仕様でやろうかと思ったんですが、寂しいので、後付けでソフトオークをつけております。さて、この3から、新たな必殺技、スライディングが実装されましたね。実は、この頃、私のファミコンは、十字キーの下が、非常に効きづらく、スライディングありきのこのゲームは、ストレスでしかなかったんですよ。ですので、早々に投げたという。今のは何かって？当時、この口笛に歌詞をつけていたというか、そういうの流行りませんでした？アニメ主題歌の替え歌なんて、もろ身内ネタでひどいのがいっぱい。てか、上のいい感もどきを取りたいみたいですが、取れないことに気づいていませんね。お、ようやく気づいたか。バカですねー。いきなり届かねえ。アイテム1号とか装備していないぞ。お、そうだ、そうそう、犬コロが初参戦のロックマンでしたねー。犬を踏み台にして飛ぶ、いろいろと変形する便利な犬でした。こいつが武装して戦った方がロックマンよりも使えるんじゃねえか。さて、3ですが、購入するかどうかは非常に迷ったんですよね。2がえらい辛かったのと、コントローラー問題というのもありましたし、しかし購入を決定づけたのは、テレビ CM で流れたスネークマンのステージ曲でしたねー。非常にいい曲でした。届かねえ。また犬か？犬にすがるのか？ひってえ足場。下からも攻撃されるし、これで上からも攻撃させてきやがるのかよ。このトンボ野郎、誰かトンボ蹴り持ってこい。犬、泳ぎじゃないのにいちいち出てくるんじゃねえ。視覚的に邪魔だー。お、ゴールじゃない。やったぜ。こんなんだから、編集スキルばかり上がり上がる。それで、編集にハマったら、編集のための PC を新調したりしなきゃならなくなったりだろう。冗談じゃねえ。おいおい、マジかよ。私、こんなに死んでましたっけ？
ドン引きなんですが。お、不等速ってことは、ようやく抜けれたのかしら？いや、先に言いましたが、ソフトークは後付けなんで、何をしているのかはさっぱりでしてね。動画自体も、3月の上旬には作り終えていたし、ぶっちゃけ4まで。まあ、その話は置いといて、下からの攻撃と上からのトンボですね。トンボは、アホ面の後方に待機したら、停止中にいるアホ面の高さに降りてきて、突っ込んでくるという仕組み。突っ込まれる前に破壊となると、ノーマルショットだと硬いので辛いという感じですね。トンボくらい、ワンパンで殺虫できるような装備を装備したまえってんだ。お。長話していたら、ようやくボスに到着ですね。まあ、クリアしちまったら、もうどうにでもなるんで、いいですわ。相手は、ジェミニマン。ふたこざまん。必殺技はあれだろ？アナザーディメンションだろ？そして私、知っているんですよ。悪の、強行アーレスの正体は、まさに双子座、ジェミニの差が。でも、よくわからんのですが、サガの悪の人格が、強行を殺害して強行になりすましてって流れでしたっけ？私としては、自分の星座、魚座のキャラがどんなだかドキドキしていたら、オカマ野郎でがっかりしましてね。それから聖夜なんてどうでもいいや、って感じだったんで、答えは、ファミコン版の黄金伝説が教えてくれると思ったんですが、最後には、変な謎のセイントとやらが登場して、わけわからねえ終わり方をしていましたしねえ。もう一つのやつはくっそつまらねえのでやりたくないし。いい感二つ使って勝てなかった。どうなってんだ？とにかく、与えられるダメージが少ねえ。そして、食らうダメージがでけえ。スーパーロボットって何なんだよ？お前がスーパーなら、この双子座ロボットはどう説明するんだ？明らかにプレイディアと、PCFX くらいの差があるぞ。わからねえけど。やめだやめ、カメラ止めろ。何がジェミニマンか。おめえに決めた、ロックマンはよ。重量級から潰すに限るんだよ。敵が全体的に硬いんよね。あれだ、ロックバスターとやらをチャージすることができたら、今後のシリーズが面白おかしくなるかもしれないね。おうおう、圧倒的にステージが楽ちんちんちんじゃねえか。痛い。ウェイウェイウェイ。スライディングで気になるのが、連続でスライディング入力するタイミングがシビアなんですよねー。別に、
スライディングなんてしなくてもよかったんじゃないか。いますよねー。新たな機能が実装されたら、そればかりやる人って。格闘ゲームとかでも、とりあえずゲージが赤くなったら超必殺を打ちたいだけの人とか。私です。お。前作、私をイライラさせた、盾持ち野郎が、盾を捨ててきた。鉄球なんて投げ捨ててかかってこいよ。え、もうボス？いいんですか？なんだよこの、ランク波動持ちで、近距離の強いやつは。私に、E 感を使わせた。意味がわかるよな。ここで死んでもらうぞ。なんだてめえ。X 面の合気かよ。コマンドミスって、どれだけシルバー侍を使うことになったと思ってんだよ。パターン入った。へ。無敵時間なんて捨ててかかってこいよー。手応えは、なかった。今のが千載一遇のチャンスだったとも思える。ほう、客観的に見ると、スライディング使って距離を取れよ、とか思ったりしますが、そもそもスライディングを軽視しているんですよねー。そして、うまい具合に使えてねー。ダメだダメ。三度目の正直よ。今度は、この鎧のにするぜ。お。音楽かっこいいじゃん。こいつは、ステージがきついか、ぬるいかのどちらかだぜ。あぶね。おいおい。人をイライラさせるのがうまい連中の集まりか？キンキンキンじゃねえよ。目をつむれば立ていらずとか。お前、こっちの間抜け面よりパワーアップしてんじゃねえか。謎の足場。天井の梁。これは、私を殺すマシーンだな。楽勝だな。え。今の超華麗じゃない？君、ずいぶん落とすな。ボルトとナット。なんだか、小物攻め当家みたいな存在で嫌な奴らだぜ。
このゾーンを越えたらボス。割と道中はきつかったわ。さーて、君は、なんて名前だっけ？スパークマン。放電させ、火花を飛ばすとは、かなり危険な使い方しかできないロボットじゃないか。昔、20円くらいのガチャガチャに、ボタン式ライターの放電器が入っていましたがねー。あれ、爪に当ててやると痛いんですよねー。しかし、一体何だったんだろうか。あの20円のガチャガチャ、崎陽軒のシウマイ弁当とかに入っていそうな、からしの袋くらいの大きさの袋に入っ、倒しましたね。よかったよかった。ほんとしんどそうですわ。動画、めっちゃ長いし、また次回お会いしましょうね。